今日はですね、新メンバーが入る前に、既存のこの S4 メンバー3人の中で一番ゲームが上手いのが俺だっていうことを見せなくて、はい、すっごい現役配信者やし、バンバンやってるからゲームとか、一番上手いんだ。一番上手い。そうやと思う。ただいやいや、ただ口で言ってもちょっと伝わらないと思うんで、ちょっといや伝わってる、このバンが一番上手いと思う。いやもう周りがそう思ってだったらもう解決だわ。うん、はい、解決。いや違う違う違う。じゃやっぱ後編にやりたいから。で用意したのが、こちらの盤面です。はいはい。スーパーファミコン、任天堂スイッチオンラインを使ってアタック25形式でゲームのうまさを対決で行います。はい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 。まあ、全部で40本のソフトから、まあ、ルーレットで対戦するゲームを選ぶと。うん、はい。まあ、でそのゲームでどうやって対戦するかルールを決めます。ゲームを選んだ人がね、うん、ゲームを選ぶのはルーレットじゃない。え、言って俺ルーレットでゲームを選ぶって。うん、そうやね。うん、ゲームを決めた人がって言ったけど、ゲームを決めるのはルーレットじゃない。あ、そのルーレットはだってあれだろ。あれ違ったっけ。おう、お前がやっぱゲーム一番うまいわ。え、だってルーレットを回した人がゲームを決めた人やろ。ルーレットを回した代表が一人回すんだから。あ、そういうことね。そういうこと、そういうこと。びっくりしちゃった。こっちはびっくりしちゃったのは。おい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 、大丈夫かお前。で、そのルーレットを回した人がそのゲームでどうやって対決するかをルールを決めると。はい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 、はい。まあ、これは例えばなんか RPG とかもあるわけ、この40本の中には。はいはいはい、ですよね。うん、そうでしょ。単純なスコアアタックで勝負決められないから、RPG とかは。はいはい。なんか、例えば、主人公の名前が一番面白い名前を決められた人の勝ちとか。それゲームが上手いって言おう。関係ないやん、今日。で、まあ、勝者を決めると。はい。で、まあ、勝った人は、このアタック25をよろしく、好きなマスのうまスを埋める。自分の上に塗る。うん。はいはい。で、まあ、これもアタック25と同じく、間に挟まったら、真ん中の色、オセロと同じですよね。色が変わっていくと。はいはいはい。で、一番この25個のパネルを一番埋めた人がゲーム一番うまい。スプラトゥーンやじゃん。まあ、スプラトゥーンだな。実際スプラトゥーンやってもよかったんだけど、スプラトゥーンはみんなやってないから、俺しかやってないから。おお。まあ、全員が後編に多分大体やったことあるであろう、このスーパーファミコンのゲーム。はいはい。全部とは言わないまでも一人、まあ、最低10分もやったことあるやろ。名作しか入ってないんだから、こんなが。あ、まあまあまあ、俺は世代やからな。岩切くん。10分ぐらいはやってると思うけどな。岩切くんも、まあ、やったことあるんじゃないかな。ああ、やったことはあると思う。例えば、スーパーテニスは岩切くん。スーパーテニス？いや、普通マリオカートとかさ。マリオワールドを聞けよ。まあでも、有名どころは、ちょっとだけは俺さ、ちょっとは俺触ったことあるから。まあまあ、スーパーファミコンのゲームだから、ルール自体は基本的に単純なゲームが多いですよ。そうね、うん。はいはいはい。誰もができるような、だからシンプルなね、対決になるとは思う。はいはい。なんで、これで、最もゲームが上手い人を決めます。はい。はい。じゃあまず、俺から。お前がルーレット回す。島田さんがルーレット。そう、俺がルーレット回す。じゃあスタートとストップ言ってください。スタート。ストップ。サイコドリーム。なんだこのゲーム。なんだこのゲーム。何このゲーム。まず何このゲーム。なんかクリスチャン・ラッセンみたいなパッケージの謎のゲームなんやこれ。クリスチャン・ラッセンじゃないのかこれは。ちょっと X 押して。 X 来ないで、私を探さないでから始まるけど。あ、でも一応アクションゲームなんだな。アクションゲームか。あー、はい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 。じゃあこれは、順番にやって。はいはい。一回、その多分残機があると思うから、一回死ぬまでにどれだけスコアを稼げるかにするか。多分スコア。あ、なるほどね。これでも
一回死んだらおしまいだよ、その時点で。その落ちてもう死ぬし、ダメージ、今わかんない。どれぐらいで死ぬか知らんけど。あ、まあ、どんなゲームかわからんからな。そう、どんなゲームかわからんから。じゃあ、まず俺からな。おう。ほう。聞いたことない。聞いたことない。見たことない画面やな。見たことない画面。初めましての画面や。ああ、でもちょっと面白そうだわ。おお、じゃあスタートな。そうか、これでわかるか。俺これちょっとなんか癖の強そうな感じ。リョウかマリオを選べるやん。選べるやん。まあ、男の子だからリョ、男だからリョウにするわ。ライオット第一回作品ってなんだこれ。卒業制作みたいな感じの。あ、オープニングムービーが。飛ばせ飛ばせ。シジマリョウ。シジマリョウ。トバリマリ。トバリマリア。もうシティハンターみたいな。さやか。あれ？さやか。こいつ名字ない。おいおい、斬新な始まり方じゃない。こんな1回目からクレジットあることある？子供飽きちゃうだろ。でもちょっと面白そうじゃんこれ。でも何が分かんねんな。最初にやる人すごい不利だよなこれな。背景のデモとかめっちゃ動いてる。おお。飛ばせないのかなこれ。飛ばせるわ。あ、横スクロールのね。ファイナルファイト形式や。あー、なるほど。おそらくそんでライフもあるな。なるほどね。あ、スコアもちゃんとある。はい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 。200ゲットだぞ、お前。200ゲット。マジでストーリーがさっぱりわからん。あの街並みから、このキャラクター、マジでストーリーさっぱりわからん。なんでビニール傘で戦ってるの、こいつ。いや、ダッシュとかあんのか？ないのか。あるある。おー、なんだ、ボスか。すごいボーナスステージじゃない、これ。何これ、おお、いや意外とダメージいけるな。ちょ結構ダメージいけるな。でもえはえこれ回復アイテムじゃないの。えこれ敵なの。あ、アイテムある。来た。お、あ、来た。あ、武器が変わった。お、無知になった。あ、すごいダメージいけるやん。ちょ、敵の動きむず。敵の動き変則的すぎるわ。何バリアしてるよお前。あ、これ多分無敵だな。光ってる光ってる。鳥めっちゃ来た。よし。お前倒さんでいいのか。スコアアタックやのに。あ、ほんまや。そうか、倒さなきゃいけないのか。これめっちゃむずくない。このゲームすごい一面とは思えない難易度なんやけど。あ、すごい難しいこれ。貴族すぎるやろ。レトロゲームの動き強い。妙に難易度高いやつ。あ、武器変わった、武器変わったぞこれ。変わってないね、岩切君。あの色は無知やねんな。敵強。で、敵強。あ、これはちょうどいいか。じゃ、岩切、すごい強い敵。その湧くやつめっちゃ苦手やん。この湧くやつの動きすごいからやってみ。いや、まあどうせこの後やると思うけど。何こいつは倒せないやん。そんでくるくる状態の時足元にねえやん、判定が。最悪やん。武器使いにくすぎるだろこれ。あ、ボスかな。ボスじゃない。何これ、無知と傘。おっ、なんかが、あ、すごい大胆な動きになった。頑張るやん。あんま変わって見えへんけど。な、癖強ちょっと広くなったもん。すごいな。癖の強いゲームって楽しいよな。あ、回復したぞ。赤は回復か。あ、これすごいいけるな。結構戦えてるねこれ。この鳥すげえ強いんだけど。この鳥すっごい強い。いや結構長くやるやん。行くやろ。結構長くやるやん。当たり前、めちゃくちゃゲームはいいからな俺。あ、あ、え、死んだ。すごい、あそこ出てきた。落ちて終わったやん。ジャンプ力な。ジャンプ力なさすぎやろこいつ。その画面で止まっとくか。あ、そうだな。8450。次誰。まあ岩切君だろうな。じゃあ俺か。アクションゲーム苦手なんだよな。やるか。サイコドリームマリアにしたら岩切君。俺リョウだったから。じゃあマリアね。マリアにするわ。じゃあ武器違うぞ。どうする、ゲームシステム自体が違ったら。シューティングゲームとかだったらおもろいな。あ、来た。お、え、何セクシーやん、マリア。なんか、え、何これ。え、何それ。A 押したらなんか、A 押したらさ、あ、これ、A 押したらなんか、何、シューティングゲームのボムみたいに全体攻撃した。あ、そんなんあったんだ、俺。あ、これしゃがめる、あ、しゃがめるじゃん。しゃがめんだ。えらいセクシーな格好だね、マリアね。そう、マジのボンテージ着てるやん。防御力ないやん、この装備。お前もビニール傘で戦っててんから。これ、無知や、無知。
あーなるほど、マリアは最初から無知なんだ、ビニール傘じゃなくて。ちょっといやこれ下無理だって、これ下。いやそう、その下のそれ無理だって、マジでその動きついていかないよ。うわー、どうやって出すんだこれ。あ、来た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 、よく来た、 R で出しできるから。あそこね、それね、それね。あでもそこでこれだ、そこでこれだ。あそこでそれか、なるほど。あでそれでフック変わるんだ、どうなるんだろう。ああなんか爪みたいになった。はあ、弱っ。モーション変わった、モーション変わった。これ上にもあったらいいんだけど、これあんま変わらんやん、ね、なんかあんまり興奮するな、このこれあんまこう、あ出た出た鳥、あ出た鳥だ、こいつすっごい強いから、動きがレッドアリマぐらい強い、ね、あ緑、あ出た無敵なやつ。弱くダッシュしたら、もうそこにいるんじゃなくて、もう敵倒さなくてもいいから、ダッシュして先に進むべきなんじゃないの。おいおいお前足引っ張ってるやん。スコアアタックやっていうのに。いや鳥やばい、これ鳥丸くなる。いや鳥やばいよ本当に。いや今結構ダッシュだって。それで多分ボスのとこに行った方が早いって絶対。ちょ待って、鳥来てるから鳥。絶対ボスのとこ行った方がいい、もうスクロールして鳥を相手して。あら来た、いっぱい来た。うんと来た、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 うんと来た。あバリアの。これ何回ですか、これさっきからバンバン使ってるんだけど大丈夫か、これめっちゃ。ボムって何それ、上限ないの。あなるほど、その。下のやつだ。FAT じゃない。あ、FAT。FAT だ。なにこれ。あ、これ来た、これ来た。おお、すごい。いや、何がすごいかわからん。ほらほら、これ両方に。バンディクだ。スピアダックや、これ。ほら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 、来た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 、これ来た。強っ。お、食らってるで。強い、強いけど、絶妙にその、間にいる敵に当たった。あの、赤。あ、なんかめっちゃ、めっちゃ強かった。ほら来たで、これ来た、ほら来た。嘘やろ、これ強すぎるだろ。しかも、飛べる、しかも飛べる、滑空できる。これ来た、これもらったわ、これ。これ稼いやろ、これ。いや、ボスいけるって。こんなマリア最強かもしれん。マリア最強かもしれん、これ来た。もう現段階でポイント抜かされてるけど、大丈夫。ほら、もうこれ来た。ここからここはもう落ちると死ぬから。うわ一番って超不利やん、このゲーム。いや、このゲーム多分一番不利だわ。こんなんあるなら、あの赤取れないよ。これ持ってくれる。いや、あんな赤取ったら、俺強すぎだろ、こんなん。何やねん、このゲーム。これ超強いじゃん。しゃがんだろ、なんだ。あ、違う、追尾するじゃん。あ、もうこれ勝ったわ。めっちゃ強い。もらったかもしれん、これ。あ、今気に入らせたけど、一面クリアしたら、もう一面クリアした時点で終わりやから。あ、じゃあ、なるべく稼いでくれるか。あ、そうなの。一面という概念があるのか知らんけど。急にルール付け加えるけど。いやいやいや、何万点も稼がれたらちょっとやっぱり。お前どうせ負けてるしな。これいつ降りつくんだこれ。長くないこのスクロールの部分。もう降りてんじゃないからんからな。そう、あ、もう終わったか、終わったっぽい。終わったか。降りようか。あ、でしょ。あ、なんでこれ。あ、え、これなくなっちゃうじゃないそれやったら。あ、終わった。あ、終わった。4000終わった。門開いてるこれ。ボスかクリアか。ボスか。ボスか。今の妖精、今の妖精タイムめっちゃ良かったのに。これあの、さらにマップか。ナイス。おー、強っ。バリ難しいやん、ここ。これ終われん、なかなか。いや、はい、もっと稼いだ方がいいよ、ヨキル君。まだ1万7000点ことしか稼いでないで。いや、お前もうすでにだいぶ抜かされてるぞ。これちょっとでもちょっと俺でもこれねちょっと面白いかもしれない。これこのゲームすごいな、ストーリー全くわかんないけど。私を探さないで。あの上のやつは、あの上の敵みたいなやつ、あれはだから妖精で歩く歩道だ。これなんか東京駅か。嘘、そうなん。あ、これ入れるんだ。これ上で入れるんだ。京葉線の、あ、もうこれダッシュ行くしかない。これもうあ、でもその辺もフロアルも入れるってことじゃん。あ、来た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 。あ、いっぱい入れるとこあるんだな。あ、すげえ、鏡映ってる。すげえ。これはこう入れる？こう入れないか、さすがに。うわぁ！やばい、もう死ぬ。今のやつなんだよ。今のやつ敵に、どういう敵なの今のやつ。お、なんか BGM 静かになった。え？お、ボスじゃない？ついに。ボスか。あ、ボスっぽいな。ぽいな。おおおおおおおわあ、すごい。なにこいつ、敵グロ。なにこれ、半透明ゲームって強。どこに当たり反対かよくわかんないし。あれ、いやー、これでも妖精もだな、いけたっぽいな。いや、妖精もいけたな。でも多分アキラも多分変身してあんなあれぐらい強くなるんじゃん。21660、ワキリ君21660点です。
まあ、これを受けてそいつがどうやってやっていくかだよね。だから大体分かったわけだから、まあ、そいつさんだって見たからね、2つそう2人見てるからね。明らかにこれ後半の方が有利やわ。でも音は初めて聞くから。あ、いや音関係ないし別にあまり。じゃあまあ量でいこうかな。あ、出たビニール傘の量。変身するんちゃう、量も。だからあの赤い赤いやつを取ったらよければ変身したもんね。うん、そう、赤いやつ取ったらもう本当にフィーバータイムだから。いや難しいぞこれ。ああ使ってもうた。それがそうそうそう、さ A で使っちゃうんだよこれ。あと2発ね。あ、ラグすごい。いて、いて、ちょっと、地道にね、倒していかないとね。そう、これ、ね、相手してたら、これ、癖あるからな、モーションに癖が。これ、相手したら切りないから、これ。当たんないからね、そんで、あの、うまいこと。え、めっちゃ俺 HP 減ってない？減ってるで。もう5回殴られてる。5回しばかれてるよ、もうこれ。あの、ナメクジみたいな、もう鳥やばいで。これはもう死んだ鳥のゾーン。あ、これね。鳥だって丸くなるのもん、鳥。丸かったら当たりはん。そういう時に言うことじゃないのか。忘れたわ。忘れた。もうめっちゃダメージ食らってるけど、あ、鳥だ。そうそう、鳥だ。これがレッドアームぐらい。あ、でも、あ、でも、怖い。怖いよ。AI 優秀じゃない、これ。怖いよ、怖いよ。よそいった。あー、なるほど。避けて、この、ボール状態。ほら、ま、ほら、丸い時、な、丸い時。当たり前じゃないからね。あ、これ。あ、色変わるんだ、それ、ほっといてた。うん、青の時もあるんだ。青で撮ってみたら、青で撮ったら。消えたね。あ、消えた。おい、全然倒せてないぞ。赤の時が一番熱いんだ。赤い時が。ちょ。お、あ、来た。この時に。いや、多分、量の赤は回復やと思うんだよね。青や。青で撮ると、うん、お、バリアが、お、ビーム砲。あ、弱銃、ビームクリスタル。ちょっと、ビームの当たり判定ゴミすぎるだろ。死ぬ。あ、でも遠距離武器はいいよ、遠距離武器は。でも当たり判定が一番、え死んだ。あ、なんかわかんないけど死んだ。じゃあ、それさ、あの、ファミレスみたいな、ファミレスにあった占いのボみたいなやつから、ビームが出てるの、ビームがちょっとだけ。うん。それに当たったんだろ、最後のライフ1。あ、なんかよくわからんまま終わってしまった。おい。これ、マリアが正解だったな。そうね。ヤクリ君の勝ち。はい、じゃあ早速じゃあいきます。じゃあ1番いただきます。斜めっていきなり取っていいんやけど、アタック25ってそういそう13番です、最初。ああ最初13番か。じゃあ最初なんで、じゃあ13番真ん中いただきます。あ、そうか、真ん中から取っていくのか。勝った人がルーレット回すから、岩切くんが今見事勝利したんで、岩切くんルーレット回してください。わかりました。じゃあいいですか。はいはい、わかりました。じゃあ1番、じゃあいきます。ルーレットスタートで、ルーレットストップ。